皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1、 iPhone XR が使える磁石式モバイルバッテリーはありますか？2022年3月21日、ということなんですが、まず iPhone で Qi 規格のワイヤレス充電に対応しているのは2018年に発売された iPhone88+X 以降の機種となりますので、 iPhone XR はワイヤレス充電はできます。しかしマグサフ磁石でアクセサリー類をカチッと固定できるに対応した機種は iPhone12 以降となりますので、 iPhone XR では磁石式モバイルバッテリーでも充電はできるんですが、磁石で iPhone10 の背中にピタッと接着することはできません。しかしこの不便を解消するものとして、サードパーティーから iPhone 用マグサフケースが各機種用に販売されています。これはケース自体に磁石がついているもので、このケースにモバイルバッテリーが磁石で接着して iPhone10 でもマグサフが使えるようになるというものです。私は iPhone SE2 なんですが、同様のケースを購入しましたので、今回マグサフモバイルバッテリーが使えるようになりました。となるとあとはどのモバイルバッテリーを買うかということになるんですが、 Apple 純正のマグサフモバイルバッテリーはコンパクトサイズは約 95X64X11mm で、薄くて魅力があるんですが、1、値段が高い、税込み 11,800円、2、バッテリー容量が少ない、 1460mAh。 この容量はおよそ iPhone12 Pro Max のバッテリー残量が 60% 前後の状態から 100% 近くまでリカバリーできる程度とのことです。つまり iPhone12 Pro Max で 35%40% 充電するともうモバイルバッテリーが空になるということで、1回分もないんですね。いやこれではとても買う気にはなりませんよね。ということで今回はサードパーティ製で小さくて薄いのがいい、充電容量が大きくて安いものということで探したところ、楽天で会社名パワーバンクメイドインチャイナ、製品名 XDE29A を税込み送料込みで3630円で購入しました。アップルに比べれば安いですよね、わらわら。この製品の規格はサイズ 87×60×12mm、 容量 5000mAh、 重量が説明書には 150G と書いてありましたが、サイトには 96G と書いてありました。どっちが本当なのと思って実際に測ったら 96G でした。ほ、ワイヤレス出力 15W 最大なので多分 iPhone SE2 ではもっと低い。インターフェースケーブル USB タイプ C、 タイプ C 充電は 20W 最大、 AC アダプタは別売りですが iPhone 用を使えますので追加購入は必要ありません。使用方法は iPhone にバッテリーを吸着させてから電源ボタンを軽く1回押す必要があります。充電表示ランプで充電状態を確認できます。緑は充電中です。電量表示ランプでバッテリー容量を確認できます。購入初期は4つ 100% 充電されていました。さて実際の使用感ですが、1、マグネットの吸着はとても強いです。ちょっとやそっとでは剥がれません。2、充電は問題なくできます。3、どのくらい長く使えるようになったかはまだよくわかりません、わらわら。規格ではモバイルバッテリー一つで iPhone 1.5 回分の充電量となります。 iPhone はモバイルバッテリーをつけながら iPhone に充電しながら使用できます。3、モバイルバッテリーと iPhone 本体はぴったりと合わせないと充電が止まってしまいます。コツは少しスライドさせながら最適位置を探ると吸い込まれるようにピタッとくっつく場所があります。そこが最適位置です。ぴったり合うと充電が止まることはありません。使ってみるとちょうど手のひらに収まる感じなので、サイズも使用感も想像した通り非常に満足しますね。ちょっと重くはなりますが、ちょうどこのバッテリーが iPhone を持つ持ち手のような感じになりますので邪魔にもならず、
外から見ても目立ちませんね。iPhone を横にしても、指がこのバッテリーに引っ掛けやすく持ちやすいです。リングをつけなくても、iPhone を落とすことはなくなりますね。ただ一つ、充電中はちょっと熱くなりますね。まあ冬には、ホカロン代わりになるかもしれません。わらわらわら。ということで、もう少し使い込まないと、耐久性とか、充電時間等がわかりませんが、まあ、とりあえず期待通りの製品でとても満足しています。これで iPhone SE2 の唯一の欠点は解決しましたね。わらわらわら。いやー、マグサフ、便利やわー。以上です。